沢監督沢監督から1九百三年十月十二日は、幕末の旗本、明治期の内務官僚、裁判官、政治家。外国奉行、福岡県御令若松県令貴族院直選議員。名、行吉、通称、菅七郎。旧名、増六。武蔵国江戸四谷中戸の町で、旗本、沢勝之城公読の子息として生まれる。 鉄砲方、井上佐太夫に指示し法律の研究を行う。鉄砲玉薬奉行、徒歩頭、公務所、頭取、目付、外国奉行などを経て、文久3年9月10日公務所奉行並とと、成武家官位、左近証言を名乗った。源氏元年6月1日3度目の外国奉行に就任したが、幕府の剣義を受け、 同月23日に悲鳴され、平門を命ぜられた。慶応四年平門が解かれ謹慎となり、明治元年に謝免され、駿府移住を命ぜられた。同年8月、暇を得て、丘陵地と島軍三河島村で機能し、増緑と改名した。かつ改修などから、熱心な誘いを受け、明治政府に出資し、明治元年12月6日、調子警報官判事司法に任官。以後、 行武県大、進む、同大、進む、仁義昭遊、同正進む、入間県御礼などを歴任。1873年2月7日、福岡県御礼に就任。同年6月5日、若松県御礼に転任し、1874年9月3日、県令に昇進。1876年5月20日、県令を伊岸面本館となる。同年5月、 後藤判事に任ぜられ、大審院詰め、大阪裁判所在勤などを務め、1877年6月に廃官となる。同年10月、東京府第四大区区長に就任し、1878年10月、神田区長となり1891年4月まで在任。その間、卓長の不在時に、日本橋区、牛込区、下役などの区長を兼務した。 1891年12月22日、貴族院議員に直選され、死去するまで在任。1898年9月20日、神楽町在任時における地方自治発展の功績などにより、乱獣報奨が授与された。ありがとうございます。